さあ行きましょう。 A バンダイで行います、2回戦第2試合、ワンピーガは FAB 募集の銀行1位の、舞台の一騎当選最前列でチップ。先方は小一位の対しまして、ヤクセルナインヤクセル、ハモナイセイソル、ヒロナインアンジは先方アンジです。さあアンジ対イノということで、今回純粋に強化されたお二人の対戦。リンからの走っていくが、ここ投げ返し、置き攻め、これはジャンプでいい投げ破り、潰してタチピーから拾って強限落とす。さあここは置き攻めを通してタチ支配、風神なぎは大きい攻め質を重ねる。下から潜って風神、これは下からさあここはケミカルにコンネットからマイビーターいく、落としている、落ちている。さあこの2つに分かれて下で待ち構える、ゲージがなくなってくる。さあ口出し追いかけて着地を投げたのは小石のアイボン選手。さあ上から振ってきて直下していったんだが、投げているのはイノン、そしてタイブでいい、ちょっと忘れるんだけど、タイブでいいか。さあ下から来て飛んだところジャンピー捉える、縦蹴り拾い直しはここバーストしよう、エンゲス下から、そしてジャンプキャンセル、空中出して捉えて2回一瞬めくったが投げてるな、んじこれは捉えていきたいが、前背から風神全部ガードして落ち着いていく。アンジがここジャンプス触っていきたいが、すごいのがヒット、ダメ、これじゃダメ、ごめんなさいね、ちょっと遅れてたと思います。さあ選手したのはイノ、端から端まで走ってビョーン。さあ次誰でしょう。ハモナイセイソル、さあニュースケミカル縦ケミで画面端追い込んで縦ケミ歩し強限重ねて、強限じゃないですごめんなさい、音階です。空中ダッシュ、ここはバースト走って追いかける、下から行くか、これは意外とセイソルがボッコボッコ行く感じのイメージなんですけども、しっかりそれを止めていく、攻められないセイソル、エンエス先端がいやらしい立ち合い、つないですげえつながれた、インエスからかっこいい限界フォルテシモ。さあ空中ダッシュ、今回の今空中ダッシュは2回できます。じゃあ、B 番内でいきます、ボブさんのチームとオスカーさん、テレサチームと、ボブさんのチーム B 番内でした、お願いします。さあ空中ダッシュのやべ見えね、さあマイピーその時戻せるかコンボができていない、今回は飛んでいってしまった。オッケー、下から来るがジャンハイしっかり上から押さえつける、動きたくなるところに青木の空中ダッシュ、そしてケミカル大きい攻めは今回ヒット、バーストたまって使っていくが非常に厳しい状態、空中ダッシュ S ハイが刺さって勝ったのはコイチの。さあ続きましてどんどんでいくね、ヤクセラのヤクセル B 番台、さあ牽制が厳しいということですが、確かに厳しそうね、8つだっけ、8つが今回1フレームからガードポイントという話を聞いたので、まあきついんでしょうかね、しかしコンボが入ってコンボムービーのように決まっていきます。一本選手小一の、さあ内容どう踏み潰して、わかんね、戻ってくる、そっかそういうことねさあ口投げ捉えて
って狂言落として金越広い狂言つついて下からここは 2K 着地刺して保険でないがガードボーイに捉えるだけタッチピン引っ掛けて踏みよいしょ持ち上げる打ち上げてジャンディ当たらないもう厳しい助けから拾い直してコンボ勝ったのは小石の3たてです。じゃあ上右上どこだ。あ右上と左下右上と右下うん、じゃあいきまーす。投げファーストサトゥージョニーチョナリザッパチームとどこゴミリアミリアケースケクリフキッシュディズチーム A 番台です。はい、いますか。KSK さんのチームいますか。はい、じゃあじゃんけんしてください。アダム。おっとっとっと、はいはいはい。はい、2P 側、じゃあ、投げさんのチーム 1P 側になりますんで移動お願いします。ていうか佐藤さんしかそっちいなかったわ。はい、1P 側に、サトゥジョニー投げファーストチョナルザッパのチームで、 2P 側にゴミリアミリア、ケイスケクリフ、キッシーディズニーのチーム。ミリアクリフディズィー対、ファーストジョニーザッパですね。もうサブリミナルでもないじゃんこれ。宣伝だよ宣伝。なんかコメント欄で俺が参加したらなんか適当なこと書くからお前らにはこれだ。 うわわしの手だ低すぎ。初めて3日間で6年間